札幌農学校。札幌農学校とは、明治初期に北海道札幌に置かれた教育機関であり、現在の北海道大学の前身である。札幌農学校は、日本で初めて学士号の授与権が付与された高等教育機関であり、北海道大学では札幌農学校を日本初の学士の学位を授与する近代的大学として位置づけている。 札幌農学校は、札幌、ひいては、北海道の開拓の歴史と密接につながっており、札幌の発展に伴って、規模も拡大し、東北帝国大学農家大学、北海道帝国大学、そして現在の北海道大学へと発展した。札幌農学校時代の建造物は、現在でも北海道大学校内及び、同大学植物園に数多く残されている。 旧演武場と旧寄宿舎は札幌市と北海道にそれぞれ移管され、前者は札幌市と経済として、後者は北海道開拓の村の展示施設としてそれぞれ保存、展示されている。本項目では札幌農学校の設立から北海道帝国大学に昇格するまでの歴史をまとめて記述する。1869年、明治2年。 札幌本府の建設が始まった。建設開始以前に札幌に住んでいた和人は2家族。八百七十二年五月二十一日、明治五年四月十五日、東京、芝造城寺の法場十五棟を購入して、開拓司会学校、初代校長は荒井育之助が設置された。北海道開拓にあたる人材の育成を目指し、後に札幌に移して、 規模も大きくする計画であったから、仮学校と呼ばれた。初年度全生徒数は120名、完費生60、死費生60で、年齢により普通学初級、14歳、以上20歳未満と普通学2級、20歳、以上25歳未満に割り振り、後に、専門の都がに進ませた。同年9月には女学校、完費生50名のみ、を併設した。なお、 カンピジョ学生は卒業後に北海道在籍の者と結婚することを誓わせられた。1875年、明治8年5月、最初のトンデン兵が札幌郊外のことに兵村に入地した。また、札幌本府建設から5年経ちようやく町の形ができた北海道石狩国札幌郡札幌、現在の札幌市中央区北二条西二丁目金に、 仮学校が東京から移転し、同年7月29日に札幌学校と改称した。この期に開拓し札幌本庁学務局所管となり、続いて9月7日に開校式を行った。1876年、明治9年8月14日、札幌学校は札幌農学校と改称して開校式を挙行し、正式会場は同年9月、学生。 明治5年大上官布告第214号の規定に基づく学士の称号の授与権限が付与された。なお、8月24日には女学校も札幌に移転し開校したが、翌1877年、明治10年には廃校になった。この女学校校舎は、元の脇本陣を利用したもので、1879年、明治12年1月17日に開拓し、 札幌本社が全焼した後、1888年、明治21年12月14日に、北海道庁の赤レンガ庁舎ができるまでの間、開拓し、札幌県及び、北海道庁の庁舎として使用された。現在の札幌市中央区南一条西四丁目、三越札幌店付近にあった、札幌農学校の初代教頭、事実上の校長には、 マサチューセッツの丘大学学長のウィリアム・スミス・クラークが招かれた。クラークはわずか8ヶ月の滞在ではあったが、彼に直接科学とキリスト教的道徳教育の訓導を受けた一期生からは、佐藤商会、北海道帝国大学初代総長や渡瀬寅次郎、東京の学校講師、実業家らを輩出した。二代目のウィリアム・ホイーラー教頭も、クラークの精神を引き継ぎ、 二期生からは、ニトベイナゾウ、教育者、内村勘蔵、思想家、広井イ土木工学、宮部金吾、植物学、伊藤和隆、中川翔子高ソフラを出した。彼らは、札幌バンドと呼ばれ、北海道開拓のみならず、その後の日本の発展に、大きな影響を与えた。三期生の斉藤翔三郎は、外務省翻訳官となり、その後、 斉藤博氏は、中米大使在任のままアメリカ合衆国で隠しした。他に、隠し県の知事、市長を歴任した、高岡直吉、基地、英語教育者、佐久間信康、第五高等学校、高等主班学校、大阪外国語学校東京市、北海英語学校、現北海高等学校設立者内、津渡り、四期生には、国粋主義者、志賀茂隆。 ジャパンタイムズ紙筆頭本元で、英語青年を創刊した竹信義太郎、農商務大臣秘書官等から実業を経て、衆議院議員となった早川哲也等が出た。一から五期生の多くが、管理英語学校、元外国語学校で学んでおり、いわば継続的イマージョンプログラムで培った、英語力で後に各界に飛躍した。クラークやホイーラーが教頭として赴任していた、 ホロにおいても、名目的な校長職は存在しており、図書広下家、初代は、開拓士関連の多くの養殖のうちの一つとして、兼務していた。1879年、明治12年に、ホロ内炭鉱、ホロ内村、現、三笠市が解散し、石炭石子港となる、小樽港までの区間に、官営ホロ内鉄道の建設が始まる。 1880年、明治13年11月28日、札幌、札幌駅をたる、手宮駅間が、新橋駅横浜駅間、大阪駅神戸駅間に続く鉄道として、開通した、同年札幌区設置。1882年、明治15年11月13日には、手宮駅幌内駅間が全通、ホ内線、函館本線、日本の鉄道市。 この年、北海道の人口は20万人を超え、開拓誌が廃止されて、函館県、札幌県、根室県の3県設置された。また、札幌の学校は、農商務省の管轄になった。鉄道開通により、札幌は、小樽港という外交を得て、政治面のみならず、流通、経済でも、中心地となっていき、以後函館に代わって、札幌と小樽が、 道内の中心都市としての地位を築き上げていくことになる。1884年、明治17年、伊藤博文の命で北海道視察に訪れた内閣府書機関、金子健太郎に、実業に暗く役に立たないと告表される事件があった。1886年、明治19年、三県は廃止されて、北海道庁が設置された。 北海道長官制によって、北海道長長官を他府県の知事にあたる役職とした。北海道では、農業、開拓や国防を担う屯田兵制度が1875年、明治8年5月から開始されたが、1880年代末には、人口が30万人、都道府県の人口一覧を超えて、開拓に適した土地が少なくなり、 かつ炭鉱などの工業や流通業が主力産業となって人口が急増し始めた。すると新産業に対応できない札幌農学校の卒業生の北海道流出が増え、また志願者も減少する傾向が見られた。そのため農業以外の高等教育の必要性が高まった。日清戦争の賠償金をもとに1897年、明治30年。 京都帝国大学が設置されると、総合大学である帝国大学を北海道にも設置しようとの運動が盛んになった。札幌農学校では、開校初期にはアメリカ出身の教師が多かったこともあり、イギリスアメリカ風の大農経営、畑作に重点を置く農学が講義されていた。しかし、第一期生の佐藤昇会が、米留学中に、 ジョンズ・ホップキンス大学での下で学んだことにより、保護貿易論者のイリーが影響を受けていた、ドイツ農学や歴史学派経済学の影響が1890年代半ば農学校で強くなり、次第に中小農経営と米作に重点を置く、農学へと学風が転換していった。1899年、明治32年、札幌区が設置された、 この年の年末の札幌区の人口は4万578人。前年1898年、明治31年の北海道の人口は76万6900人。同年、森林科が設置される。この森林科は、農学科本科に付属する余科と同じく中学校、卒業者を受け入れるもので、専門学校であった。これは1905年、明治38年には、 林学科となるが、やはり季節の農学科とは異なって、学士の授与能力を持たなかった。この期に乗じて、翌1900年、明治33年、第14回帝国議会において野党から、九州東北帝国大学設置権議案に続いて、北海道帝国大学設立権議案が提出された。両権議案は可決され、議会の意思が政府に示されたが、 権利が法的拘束力を持っていないことや不狂気だったことなどから政府は消極的だった。1901年、明治34年他の府県より権限は小さいものの北海道解放によって議会が設置され北海道地方秘法によって北海道地方費という名称の法人格を持つ地方自治体となった。これで北海道は一つの地方で一つの自治体、 という特例ながら国の直轄から自立した。この期に再度、北海道帝国大学設立権議案が提出され、帝国議会で可決された。しかし、政府はまたも消極的であった。1903年、明治36年、札幌の学校は、現在の札幌市北区北十一条西六丁目、現在の北海道大学教育学部付近に移転した。 この年の年末の札幌区の人口は55,304人、北海道の人口は994,300人。日露戦争が終結した1906年、明治39年6月には札幌農学校を農科大学に昇格、新設予定の理工科大学と大学予科と合わせて北海道帝国大学とする案が文部省に陳情されたが、これは 同時期に帝国大学設置を要望していた東北選出の大義士に反発された。この結果、札幌に新設予定だった理科大学を宮城県仙台市に設置することに変更し、札幌と仙台の文化大学を合わせて帝国大学とする設置案を政府に要求することになった。1907年、明治40年9月1日、札幌のお学校は、 東北帝国大学の丘大学に改称した直霊236号。東北帝国大学は札幌と仙台の文化大学をもって運営される予定であったが、1907年当時の仙台では本部を含めた建物すら建造されていない状態であった。このため、仙台の大学本部並びに理科大学が開設されるまでの間、 札幌の農家大学のみで運営することを前提とした東北帝国大学農家大学完成を施行することとし農家大学長の佐藤昇会が東北帝国大学の総長としての職務も代行することとなった。1907年、明治40年当時の帝国大学及びその文化大学の立地は以下の通りである。なお、 北海道の教育環境を鑑みて、農家大学付属となる高等農林学校程度の大学余科も設置された、定大の予科は、後に設置された京城帝国大学予科と台北帝国大学予科の参考のみ。1907年、明治40年の年末の札幌区の人口は66,193人、翌1908年。 明治41年の北海道の人口は132万2400人。またこの時すでに存在していた林学科も農科大学付属とされるが、1910年、明治43年には講座制が適用され、他学科と同等に大学レベルの学科になる。これは東京帝国大学に続き2番目の旧制大学林学科であった。1908年、 明治41年、有島武雄が英語講師として同農科大学に赴任した。東北帝国大学農科大学の開校式は1907年、明治40年9月11日に挙校されたが、東北帝国大学としての開学式はすべての学年の学生が揃った1913年9月22日に挙校された。東北帝国大学農科大学時代は、 全期間に渡り佐藤商会が学長を務めた。1910年、明治43年、小樽高等商業学校が設置され、北海道で農学と小学という複数の高等教育が受けられるようになった。しかし高等商業学校は、大学予科と同レベル、大学予科と小樽高渉で、定選開催であり、帝国大学とは格差があった。 東北帝国大学では1911年、明治44年1月に理科大学が設置され、翌1912年、明治45年4月1日に仙台医学専門学校が医学専門部、後に理科大学として仙台高等工業学校、1906年、明治39設立が工学専門部として包設されるなど仙台での東北帝大拡充が続いた。 東北帝国大学理科大学新設と同じ1911年、明治44年1月に九州帝国大学が設置された。また、同年4月には京都帝国大学の福岡医科大学が九州帝国大学に関され、工科大学も新設された。九州では京都帝国大学から独立して文化大学も複数設置されたのに対し、 北海道での高等教育は従来の農学以外には広がらず、この時点で東北帝国大学からの独立も実現しなかった。このため、北海道帝国大学設立の運動が再燃し、1911年、明治44年に3度目となる北海道帝国大学設立県議が帝国議会に挙げられた。採択はされたものの、この期にも北海道帝国大学設立には、 至らなかった。その後、第一次世界大戦が始まって、日本が公共に入ると風向きが変わり、大学令、交付、1918年、大正7年12月6日に伴う、各帝国大学の文化大学生から学部生への改祖に先立って、仙台と札幌に分かれている、東北帝国大学は、各都市ごとに分かれることになった。 1918年、大正7年4月1日、北海道帝国大学設置。同時に、東北帝国大学の丘大学が、東北帝国大学から分離され、北海道帝国大学に移管された。この年の年末の札幌区の人口は93,218人。北海道の人口は、帝国大学設置運動が始まった頃の、 約10倍の204万8600人となっていた。翌1919 19年、大正8年2月、大学令に基づいて、北海道帝国大学農科大学は、北海道帝国大学農学部に改祖され、同時に医学部も設置された。以後、1924年、大正13年に、工学部、1930年、昭和5年に、 理学部が設置されるなど、高等教育を拡充して、総合大学となっていった。なお六大都市の大阪市、125万人や名古屋市、43万人、あるいは広島市、16万人や金沢市、13万人に、比べて人口が少ない仙台市、12万人、札幌区、10万人、福岡市、9.5万人に、政策的な理由で、 帝国大学が設置されたため、他の大都市では、帝国大学設置運動がその後も続いた、都道府県庁所在地と、政令指定都市の人口順位1920、大正9年の人口順位。以後の歴史については、北海道大学を参照。参考1920年、大正9年国勢調査時点の道内の、都市人口順位。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。